What's good away? はどうも皆さんこんにちは、マイ。そして今日はですね、こちらの、人の実体験を元に作られたホラーゲームをやっていきたいと思います。で、なんかこれね、エピソードがいろいろあってシリーズになってるらしいんですよ。というわけで、この続きっていうか他のもやってほしい方は、高評価とチャンネル登録40回押してってください。まず、今日やるのはですね、こちらのホームアローンっていうね、大人気映画を元にしたやつです。嘘です。Fears Home Alone ね。家に一人ぼっちって意味ね。July 12 January March April May June July 7月12夏だねこれ。夏休み真っ最中の子供のなんだこれ。あ、これをレディット記事、外国の2ちゃんみたいなとこに載せたくなかったと、嘘だと思われるから。なんて書いてあった？そしてストーリーテリング、まあ、話を教えてくれると。はい、じゃあ始めますと。怖い話来るよ。夏の真っ最中だった。はい。仕事の都合で親が週末にいなかったと。どっか行ってね。ということは、週末私は一人ぼっちだった。まあ、あるあるですよね。あと言わないといけないことがある。私の寝るスケジュールがぶっ壊れてたと。まあ、夏休みだしね。確かに。俺もぶっ壊れてる。あ、ちょっと待って。全部読んでないと。あ、まあ、始まったわ。お、うるさ。なんか変な時間に起きちゃうってことね。睡眠スケジュールバグってるから、うるさいんだけど。うるさいね。私は午後8時に起きたってこと？やばくない？バグりすぎやろ、睡眠スケジュール。起き上がれんのこれ。お、起き上がれるぞこれ。ハイテクすぎるこのゲーム。いうことで、まあ、とりあえず主人公の睡眠スケジュールはバグってると。で、親が今、いないと。出張かなんかで。家に一人ぼっちってことね。まああるあるですよね。こういうゲームに。でも、夕方だね。え？ってことは朝なのかこれ。これ朝8時ってことか。俺どんだけ時間に執着してんねん。で、さっき気づいたんだけど見て。メールが見れんのよ。お母さんとの。まあ特になんか目立ったことはないけど、私たちが家にいない間は戸締まりに気をつけろと。ね、言っております。いい家庭だ。しっかりね。息子のことを思って生活してると、母上は。お、来たね。あ、ここで見れんのか。あ、それさっきね、戸締まり気をつけてと。なんでそんな気にしてんのだと。お母さん、俺はもう14歳だと。ちょっと寝るわ、みたいに言った後に。あ、何も注文する、何も出前頼む必要ないよと。ラザニアを作ってあげたと朝。冷蔵庫見ろ。やさ、お、やさマザーですね。巷で言う。うわ。ここ誰の絵だ。なんでか私は、すぐ親の部屋に行ったと。これ親の部屋？お。え、待って、誰かいね？え、なんか見てなかった今。誰今の。犬の声するけど、誰か見てたって今外から。よくないよ、ちょっと。ちょっと怪しいおじさまがいたと。え、なんかラザニア。え？え、何？あ、ブラインド見れる。さっきもなんか怪しい人いたもんね、絶対に。どこ行ったかわかんない。まあいいや。とりあえず、朝ごはんで、お腹減ったから。うわ、不気味だな、おい。お、あるね。あるよ、ある。投げれるんだけど。冷たいってご飯は。投げれんのこれ。怖い。とりあえず、冷たいらしいから、チンしよう、チン。どこだ、チン。ん？これか。あ！入れた？入れたね。はいはい、なんとなく分かってきましたよと。え、鍵閉めよう。なんか怖い。え、なんか開いてね、こっち。開いてないか。うわ、開けれる。うわ、プールある。飛び込もう。よいしょー。あ、ちょっと待って、ラザニアできた。え、暗くて何も見えないんだけど。大丈夫これ。ラザニアできたっていう。お、これどうやって食べんの？やっぱ食べないと元気出ないからね。食べろ！あ、テレビを見ながら食べるのが好きだったと。ちょっと待って。いるか誰か。いないね、奴は。奴はいない、とりあえず。よっしゃ、テレビ見な、いいね。いい感じじゃない？壁掛けテレビもあって。よいしょ。これテレビ見て、食べたと。もう最悪ラザニアぶん投げよ。誰か襲ってきたら。え、なんか近づけるんだけど、これ。テレビをつけないとダメってこと？あ、こういうことね、こういうことね。これで食べれると。
はいはいはい、見てください。何を見てんだと俺は。なんだこれ。おお。これオリンピックだこれ。オリンピックの映像だこれ。ほら。登ってきてる。山登りだ、競技。え、食べてない？あ、食べてる。ちょっとずつ食べてるわ。食べろ。はい。ああああああ、え、今誰かいた。ごめん。ちょっとうるさすぎた。今、絶対見えた。足。今見えた？ま、あ、ラザニア食べてる場合じゃないって、マジで。ちょっと待って。やばい。ちょっと待って。お前やばい。もう眠くなってきたと。ご飯食べ始めたら。あ、食べ終わったら。ちょっと待って。いたって今。これ消していい？え、今絶対上に誰か上がってった。メール来た。待って。どうやって見、あ、見れた。メール見れるわ、こうやって。メイソン・オリバー？誰だこれ。あ、友達か。親がいないと遊びに来るかみたいな。マリオカートできるよって言ってますね。あー、でも、なんか用事、なんか休養が出たと。いけんみたいな。やばいと。マリオカート一緒にやんない罪はでかいぞと。え、このラザニアの、プレート持ってっていいの一緒に。うわ、まさか絶対見えてよ、俺足。え、行く？もう家に誰かいるよ、多分。俺の部屋どこだっけ？こっち親の部屋だよね。お前。メイソン・オリバー、また明日ねみたいなメール来てたの今ね。これ投げれる？ショッケー、投げれる。ラザニアの蓋をぶん投げるぞ。え、怖っ！え、いなくね？寝る前いつもドアを閉めてたと。え、いないんだけど。閉めよう。え、ちょっと待って、どういうこと。寝るよとりあえず。ラザニアの蓋持ったまま。ん、待って、宿題があったと。寝る前に。怖い。お前。え、え、わかんない。いくぞ、宿題やる。宿題をやって気を紛らわすと。やってんのこれ、宿題。12時38分、午前。夜中ってこと、つまり。あ、数時間後に宿題終わったと。まだずっとラザニアのプレート持ってるわ。これ、すごすぎん？これ持ったまま宿題やってたんだよ。お母さんからメール来たね。あ、あんま遅くまで起きてるなよと。私の子供たちよ。うわ、ちょっと待って、こっからだよ、怖いのは。これ、ドア俺が開けたよね。なんで、どこ行った？上の階に行ってたって、絶対。どこ行った？あ、もう怖っ！え、怖い。何すんの、俺。うわ、開いてる。え、ここ開いてなかったよ、絶対。マジで怖いんだけど。何したらいいの俺。あの、外に出れる。まあ、出れるけど大してできることないな。え、特になんもない。階段登るの主人公めちゃくちゃ遅いんだけど。なんで？閉めとこう。おな。ベッドに行くらしい、宿題が終わってるから。よしよし、まあ寝たらね、ワンチャンね、スッキリするから。寝るって大事なんですよ、皆さん。睡眠ってすごい大事よ。はい。寝てなんと起きたら、1時16分だったと。午前。水を飲みたくなったと。だから昼夜逆転してるってことだよね、これ。今、夜中の1時です。こんな時間帯に水を飲みに行きますかと。行くんですよ。ね？なぜなら、喉が渇いたから。しかし俺は知っています。この家に誰かがいる。怖っ。どうやって水飲むの？
え、怖い怖い。むえー、懐中電灯とかないの？飲んでる。いい飲みっぷりだけど。あれ？どんだけ飲むの？これで戻っていいの？あ、ちょっと待って、冷蔵庫閉めないと。冷蔵庫閉めたと。ちょっと怖い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 しか言えないかもしれない。果たして。果たして、もう日本語もおかしくなってきた。寝よ？もう、起きずに寝よ？怖っ。いきなり襲ってくるとかあんのこれ。やめて、あ、閉めとかないと、閉めとかないとね。不審者が家にいるときは、ドアを閉めましょう。あ、母さんからメール来た。え？マイルズ、ドアにいるの誰みたいな。あなた？誰かいる！やっぱり。え、ドアの前にいるって。しかも俺今部屋の、え？俺今部屋の中にいるじゃん。え、誰？え、待って、母さんからメール来た。窓を？窓から侵入してきてる。ドア開けるな。彼が何をしようと。どこ？え？どこ？え、ここのドアどこ？あ、ドアこっちか。え、開けちゃダメなの？え、開けちゃダメって言われるとちょっと開けたくなんない？いる！いや、え、いない。なに？え、死んだってこと俺？え、どういうこと？え、なんか閉じたんだけど。え、死んだってこと俺？え、怖っ怖っ。じゃあ皆さん一回、これね、今、母さんから写真が来たとこなんだけど、一回ドアを開けずに過ごしてみます。この部屋に閉じこもってる。下の階に今いるから多分。え？え、隠れられる。クリックとハイド。え？じゃあ隠れるエンディングもあるってこと？こん中で過ごすの嫌なんだけど、絶対さ、入ってくるじゃん、これ。わかんないよ。ちょっとずっとベッドの下にいればいいのかな。何も起きないぞ。何も起きてないんだけど。怖すぎる。え、マジで怖い。あ、待って。これ見よう、これ見よう。おお！お前やばい。お前やばい。お前、あ、なんか怒ってる、なんか怒ってる。心臓がドクドクしたと。逃げろ。今、母さんからなんか来てたよね。一回部屋に戻って隠れて読もう。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ホーラセントミー。あ、窓窓。警察を呼んでると。ドアの鍵を閉めて部屋に隠れなさい。絶対にドア開けてはいけないと。窓割った、窓割った。入ってきた、入ってきたってことだよね。え、ピンポン押してんだけど。入ったんじゃないの？俺を部屋から出そうとしてんの？エスポアラアッザドア。パウラって誰？あ、彼女が聞こえる？ドアにいるのはパウラよ。だって、すべて大丈夫よ。すべて大丈夫。やばい、めっちゃピンポン押してる。え？なんか起きんのこれ。ずっとピンポン押されてるよ。入ってきてるってこと？家に。ほら、ずっとピンポン押してる。え？え？いるんだけど。ダベ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 。これ突っ
死ぬでしょ、これ突っ込んでったら。いてよね、今。あ、パウラってあれか。助けに来てくれてんだ。多分。でも。え、そこ通ったら死ぬくね、俺。待つべき、これ。あ、あ、あ、警察来た。え、ま、待ってる、待ってる、エンディングあったんだ。来た。あいつ捕まるでしょ。え、これハッピーエンド。おお、すごい。え、ちょっと待って、すごいゲームだよ、これ。もういないよね。逃げたってこと？もしかして。あ、いない。多分。いない、いなくなる。よし。そしてゲーム閉じた。うおー、ハッピーエンドとバッドエンドがあるね。なんかちょっと新鮮味のあるホラーゲームだったね。そのずっと怖い感じ。もうなんかどっから何が出てくるかわかんないみたいなね。素晴らしいゲームですね。まあというわけで皆さんも家で一人で留守番してる時に知らないおじさんが入ってこようとしたら、警察呼びましょう。Kiss your mother with that mouth.